マレー式機関車。マレー式機関車は、関節式機関車の一様式で、一方の走り装置は、車体の元に固定されており、もう一方の前側の走り装置が、進行方向に沿って、首を振るようにした構造のものである。スイスの技師アナトール・マレーによって発明された。一個のボイラーを有し、ボイラーの下に二組の走り装置、シリンダー、動輪などを備えている。 本来は複式機関車の一種であり、ボイラーで作られた蒸気はまず後方の走り装置を高圧で駆動し、その後前方の走り装置に送られ、そちらを低圧で駆動した後、排出されるという機構で、間接式になった理由も製作者のマレーが以前、作った別の複式機関車で起きた速度を上げた際の不安定性を間接式で防止するためであり、副次的なものであった。 後部の大枠は普通の機関車と同様にボイラーに固定されているが、全部大枠は、後部大枠とは、左右に首を振る関節で繋がれ、曲線に沿って首を振る構造となっている。当時は首を振る大枠のシリンダーに蒸気を供給する、曲がる蒸気管の圧力をあまり上げられなかったが、この方式なら一度使用後の低圧蒸気を使用するので当時の技術でも十分蒸気漏れを上げた。 ボイラー全部の荷重は左右にスライドするベアリングにより全部大枠に伝えられる。アナトール・マレー自身が作ったマレー式1号機は土工ビル社の下半式鉄道 600mm 機関などで使う小型機、車輪配置0から4から4から0として設計しており、このため1886年にパテント習得から1900年までに400両の マレー式蒸気機関車は製造されたが、ほとんどがなろうか。せいぜい、メーターゲージ向けのタンク機で台数の多いフランスなどで、標準機向けは2両だけであったが、1904年にアメリカで購買の後を使用に、10連補機が必要だったところを1両で済ませるため、ボルチモアオハイオ鉄道で0の6の6の0の大型機が開発され、車軸配置をいろいろ変えながらも購買用などに、 採用されていた。しかし、アメリカではこの大型化に伴い低圧シリンダーの、肥大低圧蒸気なので大型にしないと力が確保できない、して、最大で直径が1.22メートルを超えるようになって、口述の問題、短所複式のみ参照が、あらわになり、また一時対戦後上機関の加工精度や、シーリング材の工場で首を振る全部大枠に、 高圧蒸気を送れることになっため、マレー式と同じ車軸配置だが4つのシリンダーすべてに、高圧蒸気を送る機関車が誕生した。これを、アメリカでは、シンプルアーティキュレーテッドイコール単式関節形蒸気、機関車と呼び、アナトールマレー自身も、マレー式は複式としていたが、単式とした、このような構成の機関車を指す名称が特にないことも、あり。 短式のものもマレー式と呼ばれることが多い。複式との区別のため短式マレーとも呼ばれる。一部マレー式に限らず、複式機関車、多機等機関車、関節機全般にも当てはまるものがある。日本でも複式マレー式機関車が輸入されたが、これらの端緒が問題視されたため、究極線、山岳線などが多いにもかかわらず、短期間の使用に終わった。詳細は後日。 日本においては、1903年、明治36年に、ドイツのマファイ社が0の4の4の0系のタンク機、後の鉄道員に4500系を持ち込んだが、もともとメーターゲージ用、改め機したもので、当時の日本でも、国鉄規模では非力で感染の実用にならず、普及しなかった。その後、東海道本線や東北本線などの輸送量は増大していたが、 箱根越えなど長距離にわたって20パーミルの勾配が連続する区間があり、輸送上のネックとなっていた。そこで考えられたのが、電化あるいは軌道を強化してより大型の蒸気、機関車を導入するかであったが、いずれも多額の費用が必要であった。そのような状況下でアメリカンロコモティブ、アルコ社の日本における代理店である三井物産が協力でも軸重が軽いという触れ込みで、 マレー式機関車を売り込んできたため、1911年に試験的に6両を輸入し9020型とされたが、アメリカではこれまでないレベルの小型機で、日本基準でも使い勝手が悪く、マレー式の訓練用に使用された。翌1912年にアルコ社製の9750系、アメリカボールドウィン社製の9800系、ドイツヘンシェル社製の9850型など例から、 6から6から0が一気に、計54両輸入され、東海道本線、現、御殿場線、三北沼津間などの急行バイク間で使用されたが、先、和がないためフランジの摩耗が激しく、朝倉喜一はこれについて、レールの断面形状が一定していないがフランジ摩耗の主原因と論文を出したが、当時の技術では、レールの断面形状一定化は困難で解決に至らず、 これ以後マレー式の装備はされなかった。残された54両も加熱機装備の9600型や9900型などの日本産の固定外枠式の機関車でこの急行バイク間が十分超えられるようになったこともあって蓄次を置き換えられ、1933年までに全廃されている。これが日本で唯一のマレー式機関車の本格採用例で15年ほどの機関であった。 インドネシアでは同じ 1067mm 機関でも日本とは対照的にジャワ島内の急勾配、急曲線区間、主にジャワ島南西部にマレー式機関車を導入しており、1899年の BB10 系、車輪配置0から4から4から 2T から1962年に日本車両で製造された BB81 系、 0から4から4から 2t まで8形式があった。中でも DD52 系は2から8から8から0の車輪配置を持つ狂気最大のマレーでジャワのビッグボーイと呼ばれ1970年代中頃までに他のマレー機が全廃されても数量ほど残存していた。アメリカ初のマレー機関車である前述のボルチモアオハイオ鉄道の勾配補給用の2400系が 大型マレーの第1号になる1904年。複式のみの時代でも1906年から1915年にかけて大型化し、チェサピークオハイオ鉄道、C&O の車輪配置2から6から6から2の270トン機や、サザンパシフィック鉄道の2から8から8から2の265トン機などが生まれたが、これらは時速48キロメートル、 30マイルを超えると走行が不安定になったので低速の貨物列車専用だった。その後、1919年にペンシルバニア鉄道で2-8-8-0短式マレー3700号が成功し、これによって複式で起きる高速時の問題がない短式マレーの時代になるとさらに大型化は進み、1930年代になると前日の走行不安性の原因の前後の 通輪軍の重量配分不均等も修正され時 113km70 マイルでも安全に走れるようになり1936年製造のユニオンパシフィック鉄道チャレンジャー4から6から6から4は時速 130km を楽々走れる設計となって名目上は価客量容器、際は高速貨物の原因が主になりさらに1941年に これを大型化した、同鉄道のビッグボーイ、4から8から8から4は、初期のマレー式機関車にあった、千輪台車が垂直にも動けるので、稼働する、前輪群の第一動輪がスリップしやすいという、問題を千輪台車を左右道のみを許して、勾配や、線路のデコボコは、効果的な方法で吸収させて解決し、動輪のスリップを抑えて、より高速安定性が増し、 また、前述のサザンパシフィック鉄道では、山岳地帯を走る上、雪溜まりを防ぐために、路線の上に、雪よけの覆いが、計 61km にわたりかけられていたので、煙から、運転席を守るべく運転台が最前部の、キャブフォワード型マレー式機関車 AC 型も使われ、これらは、当初2から8から8から2で、副式機だったが次第に大型化して単式機になり、 前日の初代も1927に単式に改造、計200両以上が導入され、同鉄道の象徴となっていた。変則なものでは、ボールドウィンが1914年に4両を製造した、テンダー部分にも走り装置をつけた3連接の P1 型、オアがあり、複式でありながら、全シリンダーが同じサイズで、中央の高圧シリンダーで使用後の蒸気を、 前後の低圧シリンダーに2分するという方法だったが、蒸気分配がうまくいかない上に、後方シリンダーが運転台の真下にあるので乗員が高熱とぶりに、苦しめられ、期待以下の成績に終わり、ED、E リー鉄道に行った3両、ジューリン1軸は1929から33年に、掛け替えたい、バージニア鉄道に行った1両、ジューリン2軸は、テンダーの走り装置を外され2から8から82、 改造された。ヨーロッパでは当初の目的通り、線路規格が低く輸送量の多い狂気軽便線に使われることが多く、ヨーロッパのみならず世界初の市販マレー式機関車も1888年に製造されたコルシカ鉄道メーターゲージ向け0の4の4の0タンク機で、この方はその後スイスの鉄道に合計27両納入された。ただし一部を買った機もあり、 輸入機では1908年製造のアメリカアルコ社製の2から6から6から0のテンダー機、機関車のみで103トンあり、当時のヨーロッパではかなりの大型機がフランスのエスト鉄道で購買補給用に使用されたほか、ヨーロッパ内製作りでも1914年のハンガリー国鉄、当時はオーストリアハンガリー帝国のブダペスト工場製2の6の6の0。 機関車身で106.5トンやドイツの132トン機などがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。